皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今日は沼津市にあります加藤学園行修高校の1日体験入学、その他のイベントを紹介します。加藤学園行修高校は静岡県東部の私立進学校として実績を残しています。募集定員は210名で、バイリンガルコースからは海外の大学に進学する生徒が何人もいます。さて、1日体験入学なんですけれど、こちらは予約が必要です。ホームページの方から予約をしてください。期日は令和6年11月9日の土曜日9時から12時30分。対象は中学1年生から中学3年生、また、中学生のお子さんはもちろん保護者の方、このようになっています。内容は授業体験、部活体験、個別相談で、コースの説明、このようになっています。次はオープンスクール、こちらは予約は必要ありません。入退室も、自由です。夜間の部と昼の部があります。夜間の部は10月30日の水曜日と31日の木曜日、時間は19時から20時30分です。昼の部、11月1日の土曜日、こちらは9時から12時、このようになっています。入試相談会、こちらも予約は必要ありません。夜間の部は12月4日の水曜日、5日の木曜日で、9日の月曜日、10日の火曜日。昼の部は12月7日の土曜日、14日の土曜日、このようになっています。時間はオープンスクールと同じで、夜間の部は19時から20時30分、昼間は9時から12時、このようになっています。1日体験入学だけ、こちらだけ、これ予約が必要なので、これに参加したい方、ホームページの方から予約をお願いします。今回は、加藤学園行修高校の1日体験入学、その他のイベントのお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。